どうもビーズのトークジムにようこそ、ビーズ専門解説の厚志です、今日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、もうね、お盆休みに入ってゆっくりされてる方も多いんじゃないでしょうか。いや、とにかく暑いんでですね、水分と塩分をですね、しっかりとってですね、この夏を、ぜひ乗り切ってください。はい、今日のトークテーマなんですが、先日出した動画の続きになります。先日ですね、スタジアムセトリ予想タイプ A っていう動画を出したんですけども、今回タイプ A の他にもタイプ B を作りますよって話をその時してたんですが、今回はそのタイプ B のね、セットリストを予想しようかなっていう動画になります。今回の動画もですね、僕独自の、推察による、セットリスト予想になります。よかったらですね、皆さんもご参加いただけたらと思います。それじゃあ行ってみましょう。前回出したセットリスト予想タイプ A がこちらですね。はい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 、うん、まあ冒頭にも言った通りですね、タイプ A は王道なセットリストっていうイメージでね、出しまして、まあこれでやる可能性も大いにあるんですよ。過去のビーズのライブってそのホールとかアリーナは結構マニアックにやるんだけど、そのドームとかスタジアムに行っちゃうと急にメジャー曲のオンパレードになってしまうというね、まあ、それが別に悪いってわけじゃないんです。いろんな人が来るからね、そのビーズ側もその楽しめるようにっていう配慮のもとでそういうセットリストになってるんじゃないかなと思うんですが、まあ僕もそうだし皆さんもそうだと思うんですけども、子さんのファンになればなるほどですね、やっぱりこうマニアックなものを求めてしまうというかね。で、今日のタイプ B に関してはレア曲だらけっていう感じでもないです。ただまあ要所要所で、レア曲を持ってくることによってバランスがいいんじゃないかっていうもののね、予想になりますのでやっていきましょうか。じゃあまず1曲目、プレジャー2023。プレジャーはやっぱりこの曲から始まるのが相応しいかなって個人的には思います。もちろん、前回のように新曲から始まるパターンもあると思うんですけどね。で、過去のプレジャーシリーズ見てもですね、92年だったりプレジャー2000もそうだし、2001年にやった、中国の台北でやったライブなんかも1曲目はプレジャーだったんですよね。で、2曲目、ラブファントム。タイプ A の時はラブファントムはかなり後の方に持っていったんですけども、2曲目ラブファントムってのもいいかなと思います。というのもラブファントムって使いどころが難しくって、もうライブの序盤かその後半の始まりの部分かアンコールの1曲目ぐらいしかもうね、結構置きどころがないんですよ。4曲目とかにはすごい持ってきづらい曲なんですよね。まあけどやっぱり壮大なイントロがね、会場に響き渡ると2曲目の完成はすごいんじゃないかなと思います。で、その後、ビーズのライブジムへようこそがあって、3曲目、ラン。まあアリーナがねこのパターンだったんですけども、そのすごく後ろの方に持ってくるのが、セオリーではあるんですけども、アリーナツアー、まあ僕も行って思ったんですけども、ようこその後の、ランはですね、なんかすごくしっくりきました。このタイプ B に関してはランはこの位置にしようかなと思ってそのままにしてます。4曲目、星降る夜に騒ごう。アリーナツアーのそのままの流れですね。まあスターズという名前のツアーをやってるので、まあ当然この曲だったり、でひょっとしたらここは日替わり枠で、夜に振られてもだったり、先日僕が出した動画のですね、スターダストトレインとかもね来ても全然いいんじゃないかなと思います。そして、5曲目、これはまたレア曲枠ですね、ロンリースターズ。まあこれはそのロンリースターズっていう曲はライブだと、ショーケース19でしかやってないんですよね。でもやっぱりこのスターズって名前がついてるんで、こう星降る夜とつないでそのままロンリースターズが来るといいんじゃないかなと、まあ、みんな結構ロンリースターズ聞きたいんだろうなと思って、ロンリースターズやってくれると嬉しいなっていう意味合いも込めてですね、ここの位置に置いてます。6曲目、恋心。まあこれはね必ずやるでしょっていうのでもう、その前回の予想動画と変わらない位置で置いております。7曲目、一部と全部。まあこれもやりますよね。個人的にはね、こう一部と全部始まったら、そのステージ上のモニターにメンバーとそのサポメンの、あとお客さんの画面がこう10分割ぐらいされた画面が一気にパンって表示されるじゃないですか。あれが結構好き僕。はい。で、8曲目、アローン。まあ王道のバラード枠として、今回アローンを持ってきております。前回はね、5年前の火の鳥の時は稲葉さんが、ピアノを弾いて、でその上に松本さんが立ってギターを弾くっていう演出があったんですけども、普通にアローンやってもいいんじゃないかなと、思います。そして9曲目、これはまたレア曲枠ですね、ユートピア。前回のハイウェイ X の時の、千秋楽の時も、このユートピアがね話題に出てましたけども、でその流れでユートピアはこういうでかい会場であったら映えるんじゃないかなと思ってね、ここに入れております。ノリがお客さんと合わないっていう理由でセットリストから消されちゃった曲なんですよね。ただもう今もうだいぶあれから時間が経ってて、曲もだいぶ皆さんに馴染んでるでしょうから、きっと、ライブでやる分には盛り上がるんじゃないかなと思います。そしてその流れで10曲目、
ヒート、このユートピアとヒートが並ぶとなんか2倍いいですよね。なんか夏っぽい感じもするし。行かないで、ひと夏の日、時間はあるようでないから。満天の星空の下で楽しそうに演奏しているビーズの姿が思い浮かびませんか。で、11曲目、これまたリアル曲ですね。いい加減やってほしい、リング。この曲ですね、まあ、21世紀になってから1回目演奏されてないっていうね、というタイプの曲なんですけども、スタジアムツアーの最終日が9月の24で、まあ言ってしまえばほぼ秋じゃないですか。で、このね、秋の夜にこのリングっていう曲が絶対合うと僕は思うんですよね。なんでね、このリングで皆さんをこうしっとりさせてほしいなと思って、このリングをやってほしいなと思います。前半から結構ね、僕の動画をよく見られてる方には結構ね、いい瀬戸りなんじゃないかなと思います、今の段階ね。で、12曲目、ここで、ダークレインボーですね。まあ、アリーナツアーでは1曲目だったし、まあ、前回のね、僕の予想動画では、2曲目だったんですが、まあ、ここの位置に来ても全然いいかなと思います。リングが終わった後にカウベルとドラムスティックをね、握りしめた稲葉さんがステージに立ってこうカン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 やってるところがね、イメージできませんか。そして13曲目、ウルトラソウル、まあこれはやりますよね。で、14曲目、バッドコミュニケーション、はい。で、これアリーナツアーだと、ウルトラソウルの中にバッドコミュニケーションが1番だけ入って、で終わってからまたウルトラソウルに戻るっていう、感じだったんですけども、やっぱりプレジャーは、バッドコミュニケーションをね、やっぱフルで聞きたいなという気持ちから、今回ここのセットリスト予想に入れております。なかなかね、このバッコミってアルバムツアーであんまり演奏されるタイプの曲じゃないんでですね、こういうタイミングでぜひ聞きたいなと思います。15曲目、これもいい加減聞きたい、ムーブ。汗まみれになってステージをね、左右に走りまくってる松本さんと稲葉さんのね、姿が思い浮かびます。実際ムーブはね、本当に盛り上がる曲だから、もうもっとね、ライブで頻繁にやってほしいんだけど、まあなかなかやってくれないしで、アリーナツアーだと久しぶりに愛のままにわがままにをやってるんですけども、そのマジックツアーではですね、ムーブもやってたんでですね、ぜひこのタイミングでムーブもね、今のビーズのスタイルで聞きたいなと、思います。そして16曲目、ジュース。まあジュースはね、前回の動画でも言いましたけども、リハーサルの音漏れでですね、ジュースを演奏するのが聞こえてきたんで、多分やるんじゃないかなと思います。なのでここに入れてます。はい。で、17曲目、君の中で踊りたい2023、まあこのイントロと一緒にですね、銀テープがパシュッと飛んでくるのがね、思い浮かびますね。そして、18曲目、つわもの走る。スタジアムの客席からステージまで全てにこう花吹雪を散らしてほしいですねそうなればいいなと思うんですけど、ほら2013年の時に愛の爆弾の時にこうステージから飛行船が出てきて、でその飛行船が、紙吹雪を散らしていくっていう演出があったんですけども、ぜひね、つわもの走る時にやってくれたら嬉しいなと思います。はい。で、ここで本編終了です。だいぶいい感じになりましたね。はい。で、まあ5、6分ほどのアンコールを挟みましてですね、19曲目、バラード枠ですね。いつかまたここで、いやもうね、夏の終わりに聴きたいバラードの曲ベスト1位ではないでしょうか。いつかまたここではね、すごく人気の高い曲で、これを聴くとすごく泣けてくるっていう方もね、結構多いんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですが、7月になったライブ配信の時もね、まあ意気込んでこの歌を歌ったんですけども、歌いながらね、こう歌詞が良すぎて途中でね、ちょっとこう、まあ泣きはしなかったけどうるっときそうな瞬間がありました。でこれをね、まあ5、6万人で同時に聴くのはすごく圧巻じゃないかなと思います。そして20曲目、タイトルチューンですね、スターズ。ここでスターズの大合唱をみんなにしたいですね。ちなみに愛知の時はまだスターズがリリースされる前だったので、スターズの、ノリがいまいちみんなわからなくて、なんかこう静かな感じになったのがすごくね、もったいないなと思ったんでですね、ここはみんなでノリノリで歌いまくりたいですね。うん。はい。で、次で、ラストナンバーになります。デビューシングル、だからその手を離して。うん。最後はこれで終わるのが一番綺麗かなと思って、今回ここに入れております。ちなみにアリーナツアーだと、プレジャー2023がね、オーラスだったんですけども、だからその手を離してでね、終わるとこうデビューシングルで終わるっていうのはかなりなんかこう感動的な、終わり方になるんじゃないかなと思ってですね。夢見心地のイージータイム、いつものようにお前がシャリ出てきた。夢見心地の素晴らしい時間になるんじゃないかなと思います。はい。というわけでですね、セットリスト予想タイプ B がですね、こちらになるんですが、どうですか。まあ、ちょっとタイプ A も出してみましょうか。はい。うん。こう比べてみてどうです。多分ね、僕のチャンネルをよく見に来られてる方は多分このタイプ B の方が好みなんじゃないでしょうかね。で、まあ実際ね、この通りになるっていうのはまあほぼほぼないとは思うんですが、けどね、僕の予想はこのタイプ A とタイプ B をね、
こ う, うまく混ぜたものがね、こうセットリストになるんじゃないかなっていう気もします。まあ、今週土日になるんですけども、ビーズライブジムプレジャー2023スターズ、スタジアム公演の一発目、味の素スタジアム公演が始まります。ライブが始まったら、ネタバレ動画を撮りたいなと思うんでですね、どうかぜひ皆さん、この動画のコメント欄でですね、書いていただいたらありがたいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。